ハンス・シェーファーはドイツ出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード・ミッドフィールダー。シェーファーは1948年に 1FC ケルンで選手経歴を開始した。ケルンでは中心選手として活躍し、1962年5月12日に行われたドイツ選手権決勝では 1FC ・ニュルンベルクを4-0で下し優勝に貢献。 また1963年に創設されたブンデスリーガでは初代王者となり同年にドイツ年間最優秀選手賞を受賞した。西ドイツ代表としては1952年11月9日に行われたスイス代表戦でデビューをした。1954年の FIFA ワールドカップ、スイス大会では一次リーグのトルコ代表戦で1得点、一時 リーグプレイオフのトルコ代表戦で2得点、準決勝のオーストリア代表戦で1得点の合計4得点を挙げる活躍で同国の初優勝に貢献した。その後も1958年の FIFA フフワールドカップスウェーデン大会と1962年の FIFA フフワールドカップチリ大会に出場するなど国際 A マッチ39試合に出場し15得点を記録した。 2017年10月に90歳の誕生日を迎えた後の同年11月7日、家族に見取られて亡くなった。ありがとうございます。